アルバート・ヘンリー・フルートは、イギリス生まれで、オーストラリアで活動した、画家、イラストレーターである。オーストラリアの印象派の画家のグループ、ハイデルバーグ派の画家、トム・ロバーツや、アーサー・ストリートンらと活動した。第一次世界大戦中は、オーストラリア陸軍の公式戦争画家も務めた。バーミンガム市内のホックリーに生まれた。 1878年からバーミンガム教会の美術の夜間コースで学び、YMCA の風景画学校でも学んだ。卒業後、1883年にオーストラリアのシドニーに移り、印刷、出版会社のジョン・サンズで版画の原画を描く仕事に就いた。1884年にニューサウスウェールズ美術協会に入会し、その頃、 オーストラリアのエイリチズ州の制作の仕事に雇われ、オーストラリア北部を旅し、多くの図版を描いた。後に、ザ・シドニー・メールなどの新聞の差し絵を描く仕事に就いた。画家としての活動も行い1892年に2点の水彩画がニューサウス・ウェールズ州立美術館に買い上げられた。シドニー美術家協会の創立に貢献し、最初の理事の一人になった。 1900年にアメリカのニューヨークの展覧会に出展した後、ヨーロッパに戻り、ロンドンを活動拠点にして、1901年と1904年にロイヤル・アカデミー・オブ・アーツの展覧会に出展し、各地の展覧会に出展した。第一次世界大戦が始まると、連合軍芸術部隊やロンドンの病院で衛生兵として働き、オーストラリア軍の公式戦争画家に任じられた。 1920年にシドニーに戻った後は水彩画家、版画家として働いた。作品はニューサウス、ウェールズ州立美術館のほか、ビクトリア国立美術館、南オーストラリア州立美術館、ドレスデン美術館、ブタペスト国立西洋美術館、オーストラリア戦争記念館などに収蔵されている。ありがとうございます。